ポールスター2をベースとした特別車アークティックサークルが公開。北極圏での EV 性能試験に使用されます。ラリー風カスタムのワンオフモデル EV メーカーのポールスターは冬の過酷な環境に対応するのワンオフ特別使用車アークティックサークルを公開したアークティックサークルはポールスター2の デュアルモーター車をベースに、冬のラリーからインスピレーションを得て製作された。出力は、標準モデルの 397PS から 476PS に、トルクは 69kg、M に増強されている。その他、スプリングを30%柔らかくし、オーリンズ車製のサウンウェイパフォーマンスダンパーを採用。フロントとリアのストラットブレースで合成とステアリング。 応答性を向上させたステアリングホイールのパネルから操作できる新しいローンチコントロールシステムが搭載されている点も特徴だ極端な天候下に適応するため 4mm の金属スタッドを備えた特注の19インチ冬用タイヤを装着しておりポールスターは雪氷の上で迅速かつ俊敏であるための 機械的資格を与えたと語っている。この他にも、19インチのレーシングラリーホイール、4つの LED フロントライト、レカロバケットシート、カーボンファイバー製、スキットプレートなど、ラリーにインスパイアされた改造が施されている。ボディは、マットグレーとホワイトのカラーリングで仕上げられた。寒冷地でのダイナミクス性能テスト、ポールスターのチーフシャシーエンジニアであるよ。 アキムライドホルムは、車高を上げ、専用タイヤを装着することで実現したバランスと、予測可能性は、特にカーブで顕著です。普段よりも大きな笑顔で、完全にコントロールすることができますと語っている。ポールスターによると、ダイナミクスに重点を置いており、寒冷地や凍結した環境下でも、徹底的かつ正確に車をテストすることができると、いう。ライドホルムは次のように述べている。 凍った湖のような冬の環境で性能とハンドリングを徹底的に追求できるこの車を楽しみたかったんです。雪氷の上で車シシーをチューニングするとスローモーションのような感覚でより正確に車を開発することができるのです。クリップが弱いのでターマックよりもはるかにゆっくりとしたペースでダイナミックスを感じ分析することができます。ここは 私が車を開発すす。る上でで非常に好きなな場所なんですアークティックサークルは、ポールスターが毎年12月から3月まで16週間にわたって実施する冬季テストプログラムの一環として、北極圏でマイナス摂取30度という極寒の中でテストされた。ポールスターは、このモデルが量産されることはないとしている。